たまもチャンネル。よし、金太郎の今はこちら端っこにいるよ。で、今から錦帯橋からロープウェイの方に歩いてみよう。あれが長州屋さんです。ソフトクリームの武蔵だね。こんな感じになってるよ。佐々木小次郎商店です。隣が仕出しの滝川さんです。吉川様の銅像ですね。香川県の表門だね。幸福は幸福を呼ぶ宇野千代。宇野千代さんの石碑だね。ここは向かいの宇野、住処だよ。見てみよう。何もいないね。ではこっち見てみよう。あ、いいかいいかよ。
ここは鵜飼の展示スペースになっているね。こちらは湯薬に白蛇館です。まだ開館はしてないです。全体図はこんなになってるよ。隣の建物は影帽子っていう喫茶店だよ。よいしょ、ここがロープウェイの乗り場だよ。では皆さん、次の動画もお楽しみに。ではさようなら。